こんにちは、モノグリムです。今日はですね、また新しい商品が届きましたのでご紹介したいと思います。で、こちらが届きました。開けていきます。で、こちらですね、アプチャーのソフトボックスが届きました。で、パッケージもちょっと変わったっぽいですね。バッグですね。できます。で、こういう感じ。こういう感じでミニマルに包んでありますね。で、これが本体でして、僕が今ここで使ってるのがアプチャーの、ライトドームミニ2ってやつなんですけど、それが3になりました。で、結構前に出たと思うんですけど、欲しかったんですよね。で、ようやく手に入れたってことで、はい、簡単に開閉できるやつですね。で、ちょっとやってみますね。まあ、もうここついてて、どうすんの、危な、ちょっとコーヒーこぼれそう。これは結構力いる。おお、おお、持ってきました。あれ、めっちゃ早い。持ってきました。で、アンロック、ここにアンロックボタンがあるので、プルプル。え、マジ、うわすごっびっくりした。おお、こうなりますね。で、もう一回組み立てるときは、おお、めっちゃ楽で、今使ってるのって、これ何本あるんだろう、16本ぐらいあるのかな。全部こう起こしていくんですよね。まあ、それかこうやってグイってやるんですけど、これ楽ですね。このアンロックは結構激しいですけど、おお、じゃ2回ともすごい衝撃ですけどね。はい、まあ、とにかく楽です。なんで、しまうかな。それで、ここオーエンスマウントでマウントするんですが、あ、しまうか。で、こうずっと開きっぱじゃなくて、部屋の隅にこうやってこうなってるから、こういう感じですね。で、折りたためるってことですね。よし。で、ここからインナーディフューザーと、まあ、反射膜かな、反射布と、ディフューザーと、あとグリッドつけたいと思います。ここに入ってるはずですね。こういう感じで入ってます。で、これが、反射布って言われるやつで、これゴールドとシルバーになって、これどういう違いがあるんですかね、よく分かってないんですけども、ゴールドだと暖色ゴールドとシルバー暖色なのかな、光の反射率が違う。なんとなくシルバーにしちゃうんで、僕シルバーでいきますね。まあ、とりあえずこういう風に、こっちが、この裏がシルバーで、つけましたと。で、ここにストロボ光源来るんで、もうちょい離す。あ、どうとか。もうちょっとピンとなるように貼ってみました。こういう感じで。ね、はい。で、これがディフューザーですね。まあ、カーテンみたいな役割の。
ちょっとピント張りすぎた。あ、もうちょい外か。ちょっと中に張りすぎませんか。もう一回。ちょっと余ったけど、余ったな。これもうちょい。まあ、いっか。もうこういう感じで貼れまして、最後にグリッドをつけます。まあグリッドをつけることでこう角度が狭まるっていう感じで、よりスポットライト的に照らせるという感じで、結構グリッド好きなんですよね。これもちょっと余った。まあいいか。まあ大体こういう感じになると、こういう感じになりました。というわけでこれをつけていくのと、まあ、あと、まあ、この状態で閉まるとどうなるかっていうのを一回やりますね。いった。ちょっとこれ気をつけた方がいいですね。でこういう感じですね。もうこれつけっぱで閉まると、まあ割と力いりますけど、こういう感じでちょっとじゃあつけますね。はい、というわけで、設置できました。でまあほとんどサイズは変わらず、まあ間隔も変わらずで、インナーディフューザーが新しくなったんで、まあ劣化してないっていうか、色温度的にはまあわずかに良くなかったかもしれないですけども、まあいい感じですね。はい、でこれによってでちょっとさっきやったんですけど、つけたまま引くとバンってこう、まあ畳めるんですけども、下に行くんじゃなくて、こうロゴがちゃんと見えてる状態だとバンってこう上横に行きますね。なんでこう下に垂れ下がる感じではないんですけど、まあ角度を調整すれば下に垂れ下がる感じもできるという感じですかね。はい、というわけでまあとりあえず、うん、畳みやすいっていうのはで、設置畳めるし開けやすいっていう意味ではかなり良くなりましたね。はい、っていう感じになります。はい、というわけで、まあ、今後はこれを愛用していこうと思っています。はい、それではおしゃいました。